これがねストロングって言って、はい、ストロングっていうメーカーはすごくこういう発動機もあったんですけど、すごく古い時代からあるんですけど、これが最終型って言われててこれでそう、これで年式どのぐらいなんですか。35年前後じゃないかなと、昭和、多分昭和35年前後ではないかと、うん、YouTube 見てる人は違うよって言ってるかもしれませんけどでこちらが箱マグって、はい、箱マグ型といって、これは古いんですよね。これは佐藤式、佐藤石油発動機って、でも佐藤なんていっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、だからあのプランターの佐藤メーカーとはまた別なあれよく、それまさにそれを今言おうと思ったんですけど、はい、それとはまた違うんですよね。まあ、名字多いですからね、佐藤は。あれは佐藤うじゃなくて、これは佐藤う、うん。あっちは佐藤。佐藤王じゃね。そう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 、そうなんですよ。だからあの発動機が好きになると、はい、この箱マグ型。はい。箱。マグネットが。マグネットを。マグネットが箱型。なんですよね、低圧。でこれを横キャブってよく言いますよね。キャブが横にあるんで、横キャブ。前ですよね。前下からとか、うん。そっちですよね。前の下側。そうなんですよ。俺は高かった。知らない人からするとね、こんな鉄の塊がそんなにするのみたいなね。うん、そうですね。そこを若者にこう繋いでいかないと、このまんま鉄くずになっちゃうのがもったいない。今簡単に手に入るようにはなってきたじゃないですか。う、うん、でもそれでもね、圧倒的にこれを保存してくれる人たちがいないと。そうなんです。だから、うん、僕はまあ後々その奥の台とかその下の台につなげたいから、ね、ちょっとイベントとかもやりたいなっていう、うん、ですよね。これ新しく見えるでしょ、はい。でここにあるんだけど、久保田なんですよね。はい、久保田、はい、久保田でしょ。で普通の空冷だとどこで発電します？これ普通の空冷だと最近の発電ですか？この中でするじゃないですか。そうですね、コイルがあって。そうですね、コイル入って。これここなんですよ。これが回転マグネットが外についてる。そうなんですね、別体なんですね。普通中に入ってますね。そう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 、自分の火の元も中で。そう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 、取り外すのに専用工具必要で、そうで点火位置もいちいち合わせるのに出してやっての繰り返しなんで。これはねチェーンかな、チェーンだったかな。でこの回転マグネットを動かして発電してるんですよ。これは昭和30年前後、古いんですよね。そうですね。そう。へえ。で減速器もこうついてて。本当だね。うん。ここオイルで。はい。ん？ここオイルだよな。オイルだ。これもなんだっけな。これ？それ。これはね。燃料タンクじゃないですか、キャブに。これはあれだ。違うんです。点火用のガソリン。はい、ああ。これあれですかね、しばらくガソリンで回して、はいはいはい、で下、これ下なんですよ、タンクが。上じゃなくて下にタンクがついてて、吸い上げて空冷タンクと灯油、ただの、あ、ただの灯油、うん、あら切り替えで、そうそうそう、ガソリン点火して自動切り替えじゃねえかな。あ、自動切り替えなんですよ。違うかな、だと思いますよ。これ AK シリーズって言って古いんですよね。 AK シリーズだったかな、 AK3B、 うん、でここがね欠けちゃったから、はい、欠けちゃってたんですよ最初から。あ、でこれがつかないかなと思って取っといたんだけど、つくんかな、わかんないけど、やってないんですけどね。まあ大体は結構変わんないと思うんですけどね。まあ回らなくはない、あ、うん。でこれが金鉱って、あ、岡山に金鉱というのがあるんですけど、そ
そこの最終形かな。でも面白いですよ、ここギアほら。おそれいいの、そうそう、曲がってるの。これがちょっと面白いなと思って。面白いですね。で、これ意外と、はい、現存してなくて。あ、そうなんですか。うん、意外とないんですよ、これが。ちなみにこの発動機のメーカー、まあいろいろあるじゃないですか、うん、基本あっち西の方なんですかね。なんかそういうわけではないですか。岡山とか四国とかがどうしても水を田んぼにあげる、なんて言うんだろうな、あの辺低かったのかな、それとも水利がこっちみたいに、なんて言うんでしょう、とにかくなんか岡山と四国ですごく発展したんだよね。あ、それであれなんですね。で、こう欲しくて探すじゃないですか、うん、関東とか東北ってほとんどなくて、みんな南の方だから送れないじゃないですか。そう、だからなんでだろうっていう疑問が解決したっす。水をあげるのがだから最初、とにかく水をあげるのが目的だったみたいね。ね、ポンプにベルトをつなげて、その後ほら動力、動力で高温機の動力だったりとか、この辺ちっこいやつばっかりなんですけど、はい、俺がねちっこいのが好きで、でっかいのより、うんうん、ちっこいの昔からちっこいのばっかりこう探してったっていうかね。これだと持ち運びも、そう、うん、まだ簡単なんで、大きくなると中で釣らないと、これなんか本当研究材料にはいいんだよね。はあ、面白いんだよ。よもうこれコイルも巻き替えてあるし、うん、あ、そうなんですね。そう、これも捨てられる寸前だったんだけど、あ、そうなんですか、おじさんに、いやもったいない、ちょっと捨てないでっつってさ、これで僕こういうの今探してて、トレラビックスのに欲しいなと思ってて、まあ、一番はTB ですね。うん。鉄火目。あれね、うん。あとは個人的にあの小松インターナショナルとか。はい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 。あります？近くに。あるんですよね、知り合いの。ああすごい。畜産農家に90馬力、100馬力近いのが肉のトレーラー引きで使ってるんで、僕はもう小さい頃から、うん、まず手回し根気が大好きで。ああ根気。小学校5年生の誕生日。あのヤンマーの5馬力の手回しなんで、うん、何馬力ですか？ヤンマーの分かんない、いくつだろう、汚くてごめんね。お、11馬力だ、うん、11から13回最大が、そうですね。いやー、この辺もうないんですよね、小屋が半壊してて、その中に入ってる持ち主分かってるんで、ちょっと後で知り合い付けで、そういうのを集めた方がいいやね。そうです、そうです、やっぱあるんだそういうとこ、ナスとかあっちの方、いやもう北の方、本当に山奥です、そこもうユンボでしか入れない。10年ぐらい前までやってた畑なんで、もう見つけたの自分で。高速なんかから見えるけど結構鉄火面あるよね、はいはい、ナスも結構ありますね、うん、みんな使ってんだよね。使ってますね。画面でもあのちっちゃい馬力のやつがいいんですよね。大きいと、1800とかだっけ。そうですね、17か18だったと思うんですけど、うん、なんか最近ヤフオク見てたらコンバインを草刈りに使ってくださいみたいな、はい、何やってんだと思ってさ。ああいう人もいるんだなと思って。いますよ、ただ脱穀取っただけじゃねえかみたいな。そうです、そうです。冬僕スノーモビルのインストラクターやってるんで、へ、なんかいろいろなことやってんだね。もしよかったら遊びに、はい、冬来てもらえれば。若い頃はよくあそこ行ったハンターマウンテン、あ、はいはい、スキー場はもう、はい、かずしです行ったな。もう今はスキーとかやらない。やらないよ。いつだったかな、子供を連れてって、はい、で一回転しちゃったんだよね、体が思うように動かなくて、はい、うん、ほんで怪我しなくてよかったと思って、それからやってんのよな。高原、はい、そうです、高原ね、はい、あの山？そうです、あの山でやってます。高原、まあその八方ヶ原っていうのが高原山なんですけど、あの坂はなんだ、あの峠なんだ。あのパスタ屋がある峠を越えてこっちに見える山だ。
違うかな。あ、パスタ屋との4号線の、あの左側の矢板の高速抜けてさ、そうですそうですそうです、まっすぐ行ってで、こっちに見えるのが高原だ。そうですそうです、あそこ左側に見える、見えるね、はい、うちからだから那須より手前だもんね。あ、全然、あそこが積もるんですか。積もりますね。去年は積もるんだ。去年は4メーター5メーターぐらい積もってるんですね、全部で。もっとかな、うん、どうやって回すんだったかな。これがガソリン、あ、ガソリンって書いてある、ほら、え、全部で何台ぐらいお持ちなんですか。20台ぐらいかな20台じゃ少ないよ、でも、うん、マニアとしたら100台ぐらい持ってもんね、みんな。あ、そうなんですか、うん、すごいよ、みんなね。ダメだ、これはね、本当にあの研究にはいいんですよね。本当に面白いと思うですね、なんかもう興味津々はね、不発で上がるし。 AK さん、これないんだよ、本当に、もう本当にないんだよ、これ。久保田さんとかで持ってないんですかね。持ってないよ。あ、そうなんですか。ああ、どうも、先ほどはすいません。いえいえ、申し訳ないです。ああ、古いあれだ。そう、この神社ってね、珍しいでしょ。もうちょっと変な趣味でして、